でしょうけれども、でもそこには現実的に多くいるそのイスラム系の人々にとっては明らかに住みづらい空間になっているってことですよ、ね。アメリカとはやっぱり構図が違いますね。そこはちょっと違う。はい、今佐藤さんのお話にも職業差別ということがありましたけれども、